ベレスマラガは、スペインアンダルシア州マラガ県のムニシピオ。ベレスマラガは二つの地区に分かれている。面積が広いのは、ベレス川の平野にあり西に、マラガ山地がある、アルガロボ地区である。東にあり、面積が狭いラゴス地区は、近隣の自治体、サジャロインが、トロックスに挟まれた飛び地である。ムニシピオでは広範囲で、果樹栽培が行われている。 19世紀から20世紀初頭までは、砂糖キビ栽培が盛んであった。地中海性気候であるが、地中海に面していることと、ベレス川の地勢が、ベレスマラガの美気候を特徴づけている。年間平均気温は、セ氏シ18度、年間日照時間数は2935時間である。ムニシピオ内では、鉄器時代より人の定住の痕跡があるが、最初に、 確かな記録を残した定住者は、紀元前8世紀にやってきた、フェニキア人である。川口付近に定住した彼らは、ノズルやスラグという金属加工品を残している。彼らは、港での貿易も行い、アッティカで作られた、ギリシャのアンフォラも見つかっている。その後やってきた、ローマ人たちは、フェニキアとは別の場所に定住し、ネクロポリスを残した。 彼らはこの地で声援、ガルムの生産を行っていた。イスラム支配下のベレスマラガは、バラックス、ビリックス、アボリックス、ビリックス・モリッツァなどの名称で呼ばれた。イスラム教徒は、戦略的に価値のある、定住地で、最も標高の高い場所に砦を築いた。この砦は、産地の西の尾根に広がっていた。13世紀から15世紀、ベレスマラガは、 ナスルチョグラナダ王国有数の都市であった。イドリースイー、イブンバットータラ文筆家が記述している。この時代に人口が急増した結果、防衛用の砦近くまで町が拡大し、スラムが生まれていた。メディナの外には、農民が暮らす一帯があった。カスティーリャ王国の止まらぬ、侵攻の末、1487年4月27日、アラゴンオフェルナンド2世は、 ベレッス・マラガを包囲した。陥落後、町にいたイスラム教徒たちは財産を抱えて、町を退去することが許された。しかし農民たちはこの地に留まるよう命じられた。ナスル朝の進んだ農業技術と高い生産性を維持することを、新しい権力者たちが求めたからである。ところがムデハルたちは、新たな主人たちの迫害を頻繁に受けて、次第に、 自分たちの土地を没収され、1488年に、ネルハとトロックスで、ムデハル反乱が起きた。グラナダの陥落前から、新たな移住者たちがテイアンダルシア、エストレマドゥーラ、ムルシア、カスティーリャからやってきた。彼らの多くが軍人であった。移住者には、土地が割り当てられ、残った土地は教会に寄進された。征服直後から、キリスト教徒の支配者たちは、 都市の形態を変え始めた新たな広場、宗教施設を作り、かつてのモスクを教会とした。17世紀、当時スペインが巻き込まれていた戦火と薬病により、ベレスマラガの人口は減少した。同時代、ベルベル人とトルコ人の海賊が頻繁に町を襲撃した。スペイン継承戦争でブルボン家を支持したベレスマラガでは、 1704年8月23日にマラガの海戦が起きた。19世紀初頭は災難の時代であった。黄熱病の流行で人口の約6割が死に、ナポレオンの侵略後はコレラが街で流行した。19世紀半ばには経済復興を見せたものの、フィロキセラの流行でブドウ畑が壊滅的な被害を受けた。 加えて1884年に起きた地震で、ベレス・マラガ一帯は荒廃し、サトウキビ栽培でわずかに息を吹き返しただけであった。スペイン内戦では、マラガを陸海から攻撃した、フランコ軍が優勢となると、マラガ周辺住民の大多数が戦火を逃れて、人民戦線支配下のアルメリアへ移動を始めた。移動する人々を、フランコ軍が攻撃し、 多数の死傷者が出た。1960年代から、ベレスマラガは観光ブームが起き、短期滞在者用の住宅が多く作られた。街並みかきの観光シーズンでは、トレデルマル海水浴場や旧市街観光の人々で、賑わう。第一次産業では、農業、漁業が盛ん。自治体主張は、アンダルシア国民党のフランシスコイグナシオ・デルガード、ボニージャで、 自治体表議員は、アンダルシーア国民党、13、アンダルシア社労党、6、EP、パルティード・アンダラシスタ・エスパシオ。プルーラル・アンダラズ、2、イルブ・ CA、2、ジップ名、2となっている。ベレス・マラガは、ベレス・マラガ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ゴシックイコール・ムデハル様式、バロック様式など、 歴史ある教会、修道院、邸宅が数多く残る。ラ・グローリア地区の民家には、アラブ時代の名残であるミフラーブが保存されている。また、アラブの公共浴場も残る。ありがとうございます。